皆さん、こんばんは。こんばんは。マシンガン山北です。二の丸です。僕センターです。僕レフトです。先ほどはマシンガンの怪我についてお話ししましたけど、まあ今日二の丸先生が、まあ先生というかですね、二の丸選手が次はですね、お話をするんですけど、いよいよもうソフトボールの再開が近づいてきましたね。始まりますね。はい。開幕戦は4月の18日にしました。そこから5、6っていうところで、そうですね、約3ヶ月ですね、あって、まあ先ほど僕怪我ってたんですけど、ようやく癒えてきて、もうちょっと今からですね、絞り込みをして、ちょっと今度、実は7月の4日なんですけど、ちょっと体を作ろうと思ってるんですけど、はい、またね、なんか言いたいこと分かると思います。まあ頑張りすぎないようにしてほしいですね。っていうのがあって、7月の4、18、8月の試合が確か1試合で、9月2試合あって、確か10月、確か5試合か6試合だったんですよ。そうですね、去年と似たようなパターンですよね。そうですね、結局去年と一緒みたいな。いや、去年と一緒って、去年確かこの時期開幕しましたもんね。でもコロナでだいぶ開けましたもんね。開いたでしょ、今回も。開いたけど、今回オリンピックなくでしょ。まあそれはいいんですけど、今年ですね、結構僕たちですね、一番の山っていうのが多分9月の月末、山なんですよ。そこに多分僕たちが予想してる上位のチームと当たるんですよね。そうですね、そこ山ですよね。僕違った意味の山もあるんですよ。まあそれはいつか話しますけど、はい、そこの山もあって、僕名前も山なんですけど、これですね、真面目な話していいですか。日程的に恵まれてるんで、結構良かったですよね。良かったですね。ただ暑い時期全部避けてるでしょ、時間的に。18日が確か暑かったかな、それ以外は大丈夫でしょ。多分大丈夫ですよね。ただもう一個だけ懸念があるんですよ。何でもないですよ。何ですか。山北の暴走。暴走出た。暴走なんだと思いますか。最近僕誰か意識してるでしょ。言ってください。大谷でしょ。僕どうしようか思ってるんですよ。ヘルメットにここのあれなんかあるじゃないですか。あ、なんかありますね、こうね。これ使おうかな思ってるんですけど、どう思います、あれ。いや、ちょっと面白いかもしれないですよ。いや、でも実際ソフトボールでも速い人いるから、当たったら痛いでしょ。痛いですね。ってあるし、僕大谷選手のルーティンを覚えてるんですよ。アッパースイングから小石拾って一礼なんですよ。調べたんですよ。もう一回言いますよ。アッパースイング、小石拾ってお辞儀なんですよ。この3つあるじゃないですか。で、山北がするのって大体分かりますよね。一人でモード入ってるじゃないですか。で、城島選手みたいになんか芯のとこ触ってるじゃないですか。そっから大阪桐蔭みたいにこんなことするじゃないですか。かぶれられるじゃないですか。そっからおっしゃーみたいなの入るじゃないですか。僕もルーティン変えていいですか。変えていいと思います。これでもルーティンっていうのあるんですよね、実際。わかりますよね。わかります、わかります。二の丸選手もありますよね、そのルーティンっていうか、なんかその打席に立つ前のなんかそういうなんか、ありますね、ありますね。例えばこっちからこう、なんですか、右足から入るとか、バットをこう握るのはこれだと、まあ、例えば調子がいいからこのバットを使い続けるんだとか、なんかありますよね。あります、あります。僕は基本的に左足から入って位置を決めて入るっていうとこですね。かっこいいですね。僕大体わかりますよね。な、曲入ってますよね、頭の中に。曲ね。その曲をですね、何にしようか迷ってるんですよ、今年。おお。マニアックでしょ。マニアック。ちょっといいですか。はいはい。ちょっと話しとってもらっていいですか。これこれちょっとしばらく話しようと思っていいですか。できましたね。なんか、はい、今日いないんですけど、番組レギュラーの野田さんみたいなことやってますよね、僕。たまにいなくなるじゃないですか。僕普段はスーパーフライが頭の中によぎってるんですよ。でも4月18日って、実はこれ僕ラジオでラジオやってるのご存知だと思うんですけど、ちょっと名前を出せたら、ちょっと、まあ、YouTube 上なんであれなんですけど、まあ、よく一緒に活動されてる
N さんのお友達で宮崎のシンガーソングライターの方がいらっしゃるんですよ、うんうん、ちょっと名前出します、高野ルナさんっていらっしゃるんですよ。このスタートラインっていう CD があるんですよ。これが流れてたんですよ、4月18日。おー、なるほどなるほど。はい。その時に3発行ってますからね。そうですね、あの時ちょめちゃくちゃ調子よかったですもんね。いや、あれからですよ、僕6キロぐらい体重増してるんですよ。おー、ほうほうほう。真面目に体重6キロぐらい増してるんですよ。ほうほう。筋力で増したのか太って増したのかちょっとわからないんですけど軽くですね、こんな感じになってるんです、顔が。あー、ちょっとそうですね、ふっくらしてますね。これ貯金箱なんですけどっていうところでですね、あの、何が言いたいかって言ったらですね、わかりますよね、あの、3度目の正直ですよ。そう、ほんとそうですね。2度あることは3度ある、なんか、まあ、そこら辺の言葉とわかりませんけど、まあ、センター、レフト、ライトもいるじゃないですか、うんうん、若手が、うんうん、頭にね、ここつけて、なんかしません？なんかしましょうか。僕最近ですね、あの、ちょっとこれもう今日、あの、収録全部終わったんですけど、こうしてプロ野球ベストナイン決定戦っていうのを作ったんですよ。はあはあ、僕、オーダー作ってみたいんですよ。お、多分結構自分で作ってますよね、オーダー。いつも結構自分でやってます。いや、オーダー作りたいんですよ。おうおう、これ何のオーダーかいきましょうか、うんうん、例えば打つ人が1番バッターとか、あー、例えばですよ、打たない人が下位バッターとか、うんうんうん、チャンスに強いからこうとかじゃないんですよ。僕たち一番下からでもよくないですか。あ、まあそうっすね、思い切って、うん、買いに行ってもね。例えばうちね、あの、まあ、名前出しますけど、代表にしろね、 T 君にしろ、龍君にしろ、まあ、二の丸選手にしろね、 H 君にしろ、いっぱいいるじゃないですか、うんうん、思い切って出すんですよ。逆転します。逆転してもよくないですか。そうですね、僕ら前大体上位いますもん。いや、もう上位もいいんですけど、うん、いや、もうたまにはですね、たまには一回こう、たまにはそういう逆に、ね、視点を切り替えてもよくないですか、うん、あと最悪ですね、面白いことしません、うん、僕一回だけしたいんですよ、ショートまだまだ言ってます、ね、まだ言ってます左のショート。いや、僕二の丸さんにですね、一つだけ提案があるんですよ、はい、あなた体柔らかいし、ピッチャーしません？ピッチャーっすね。左の軟式やったら今すぐでも投げれると思います。ソフトボール3年かかりますよ、はい、ああ、難しいっすもんね、ちょっとやり方が違う。ちょっとつなげてもらっていいですか。また秘密兵器持ってくる。またつなげるんですか。今度は何の秘密兵器を持ってくるんですかね。つなげてもらっていいですか。つなげてもらって僕ですね、すいません、また野田さんみたいなことしてますけど、野田さんごめんね。ソフトボールバッティング教科書っていうのをずっと見てるんですよ。この打ち方をずっと見てるんですよ。ソフト難しいわ。あ、で、僕たち公式上がりじゃないですか、うんうん、上から叩け叩け習ってるでしょ。そうですね。で、今ソフトボール慣れました、うん、いや、全然慣れないんですよね。慣れないでしょ、うん、僕たまにまともになんか、ね、普通に来た場合はですよ、普通にパコンと持っていけるんですけど、うんうんうん、たまにね、年配の方が投げてくるじゃないですか、垂れてくるじゃないですか、うん、切るじゃないですか、ゴロかポップフライでしょ。そう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 、難しくない、難しい、タイミングがポーンと合わないでしょ。合わないです。いまだにバッティングって謎多いですよね。謎多いですね、うん、でも一回やってみたくないですか。一回やってみたいですね。いや、その何をやってみたいかっていうのが、上野由岐子投手の球を打席立ちたくないですか。多分打てんでしょ。多分打てないです。多分どこは絶対打てないでしょ、うん、もしくはゴルフの、ゴルフ、うん、渋野日向子選手も確かソフトボールでしょ。おお、ほうほうほう、絶対打てないでしょ。打てないですね。まあ何が言いたいかというとですね、まあ今回もうすぐオリンピックあるんですけど、ソフトボールもあれじゃないですか、うんうん、見てちょっと勉強しましょうか。そうですね。ということでですね、何が話したかったかっていうとですね、もうすぐ私マシンガン山北と二の丸と、あの、まあ、二の丸とっていうかですね、まあ、この二人がですね、脇役としてですね、あのね、同然ラガーズの方をですね、まあ、必ず優勝に導いて、僕は9月の最後の山で優勝を決めたいなと思ってます。
で10月の最後の試合はもう消化試合、それ言い過ぎですよ、対戦相手でいや、もうその時には僕ずっとお酒飲まないの知ってるじゃないですか。あ、はい、浴びるほど飲んで、多分去年動画見たでしょ、うんうん、公民館でなんかここら辺生クリームついとったでしょ、ついてました、わかるでしょ、そこぐらいまで行きますよ今年。生クリームじゃなくて何に行きます。でも僕動画残してますからね、しかも優勝しなかったら何々をするっていう動画残してますからね、わかりますよね。これ見たら多分怒られるかもしれませんけど、ということでなんかグダグダトークでしたけど、なんかちょっとですね、今日実はせっかく来てくれるんで、ここ1週間僕一人で YouTube つないだんですけど、ちょっとあまりにも苦しくなったんで、あの二の丸あの選手に2本ちょっとお願いしたんですけど、そろそろですねレギュラーのね福岡太郎くんと、また二の丸くんとマシンガン山北で3人で企画をしようと思っておりますので、ちょうどねボートレースのね、あ今日ね、はい、あのメモリアル、んメモリアルじゃないですか、メモリアル、いや小島だったじゃないですか、うん、ねその話してないんですよ今回。っていうことはその次の SG に向けてですね、あの福岡太郎くんを呼ばないといけないし、もしかしたら今日多分買いに行ってるかもしれませんよ、ね、5号艇あ6号艇に絶対王者がいたんですよ。ですよね、びっくりしましたからね、うん、っていうところで、なんか何の話だったんですかね。治療から野球につなげたら無理やりの話だったんですけど、あの皆さんありがとうございました。